こんにちは。Amazon で注文しておいた本が届きました。こちら、レイという本の下巻になります。ジョーの方はもう読みまして、で、次はですね、続きがこのゲの方になるんですけれども、もうすごく久しぶりに、あ、この本は面白いなっていうふうにすごく、感動して読んでる感じなんですけれども。ということでですね、早速続きを読んでいきたいと思います。5月に入りましたので100万円貯金の報告をしたいと思います。前回報告をしたのが4月になりますので、約1ヶ月後ぐらいですね。だいたいいつも1ヶ月に1回ぐらいのペースで100万円貯金の報告をしているんですけれども、今回はですね、いくら貯金をするのかと言いますと、まず前回までがですね、54万円貯金をすることができています。54万円貯金をすることができていまして、今回いくら貯金をするのかと言いますと、今回はですね、5万円を貯金したいと思います。ですので今回は54万円に5万円を足して59万円貯金したことになります。100万円貯金ですね、59万円ということで半分ちょっと進んだかなという形ではあります。ということで、いいペースで進んでいるのかなというふうに思います。今回もですね、いつも通りストレスなく、無駄なことにはお金を使わないというような形でですね、このように貯金をすることができました。来月もですね、同じぐらいの金額貯金できるのかなというふうに思いますね。ですので、スムーズに、スペースが進むと、今年中ぐらいには、スムーズにいくと目標の100万円貯金が達成するのかなというふうに思います。時々ですね、この100万円貯金、100万円貯めて何に使うんですかというふうにですね、コメントいただくこともあるんですけれども、特には今のところは決めていないんですけれども、引き続き、目標を持ってやっていけたらなっていうふうに思っています。ではまた来月ぐらいにですね、100万円貯金の報告をしていきたいと思います。業務用スーパーでお買い物してきました。ワッフルが238円です。トマトが198円です。納豆が47円です。豆乳が138円です。カルフォーネが298円です。パクチーが99円です。山芋焼きが248円です。ハッシュドポテトが168円です。ビビンバが138円です。メリンギが59円です。コーンポタージュが78円です。棒ラーメンが98円です。今回は2種類買ってみました。ウェットティッシュが98円です。すべてを合わせまして合計で2362円になります。